多分誰が見てもこれ金になんないでしょうかどうか関係なく勝手に燃えるわけじゃんで、そこでどっかで周りからそれ面白くないみたいな、うん、話が来て、あ、これ金になるかもみたいな、うんうん、第2章、うん、遊びをテーマなんですけど、うん、酒を飲みに行っても友達と買い物に行っても映画を見ても楽しくない、どうしたら人生を楽しめますか。分かんないよそんなの俺に聞かれても。でもたまにあるのが今日めっちゃ時間空いてて、うん、じゃあ友達とどこ行くって言った時に、うん、選択肢、渋谷とかに住んでれば、まあ、選択肢いろいろ本来であるわけじゃないですか、うん、映画だろうが食事だろうが飲みだろうが、ね、うん、あるのに、なんか3日なんだろうなってなる時って、うん、なんかあるっすよね、うんうん、ああ、なんかちょっとした午後の過ごし方みたいな話、まあ例えば、うんうん、なんか楽しみに行こうってなってもなんかこれがたぎるみたいのがちょっと見当たんねえぞみたいなこととか多々、まあ、ある気がする、うん、じゃあまあどっかにいて、なんか人生的な話じゃなくて具体的にどっかにいて、うんうん、今日の午後まるまる暇だなみたいな、ね、まあ旅先でも何でもいいけど、うん、でも俺はやっぱでも意外と一番最初に思いつくのは飲み食いみたいなのは上がるタイプだから、うんうん、だから今腹減ってなかったとしても、うん、そこで来たみたいな時間をどうしようかなって考えるかも、まずそれをクライマックスとした時にっていう、うん、あ、なるほどなるほど、例えばだけどサウナ挟んでからのやばいビールでこの料理上がるな、で今腹減らさないと面白くないな、じゃあちょっとあそこまで歩くかとかわかんないけど、じゃあちょっとストーリーで考えるん、なんかその、うん、でなんかクライマックス作って、うん、来たーみたいな、うん、あとまあもちろん相手にもよるよね、うん、自分だけの時と、うん、でも確かに今言われて気づいたが、超読むのが楽しみな漫画とか続きが見たいネットフリックスとか、うん、だいたい常に撮ってやる、あ、はい、うん、なんかその終わっても次始めてから寝るみたいな、うんうんうん、なんつうんだろう、なんかそのタイプかも、うんうん、いつもある iPad の中に全部なんかワクワクくんみたいのがダウンロードして待ってるみたいな、うん、だから暇だなと思ったら、うん、なんかちょっとダラッとできるカフェでもいいし、うん、なんか気持ちいいなと思ったら別に公園とかのベンチとかでも、うん、なんかいきなり iPad 見てこうなってちょっとコーラ買ってこようとか言ってコーラ買いってで一緒にちょっとポテチとか買ったりしてこんなのってなんか楽しいなみたいな、あ、漫画に関しては俺ももう完全そうですね、うんうん、普段メールとかの編集とかめっちゃめんどくさって思っても、うんうん、漫画のストックを切らさないことだけは空き時間に、うん、あ、そろそろもうあと10冊ぐらいしかなくなっちゃったから、うんうん、10冊だと夜バーッと全部読んでって最後足りないってなっちゃうかもしれないから、うん、今のうちにもう15冊ぐらい入れとこうみたいな感じで、うん、常にこうキープしてる、あ、そういうノリそういうノリ、なんかネットフリックスでもマイリストとかになんかいっぱい入ってるしなんかそういう何気にちっこい楽しみ、あ、なんか行きたい店とかも俺結構取ってあるし、あ、そっか、そういうのを日々、うん、ストックしとくっていうのは一つあるかもしれないですね、行きたい店であったり読みたい漫画であったり、そう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 、ネットフリックスであったりとかね、全部に対してそういうタイプではないんだけどね、確かに今聞かれて思ったけど、うんうん、楽しみ事項に関しては意外とまめにストックしてるかも、うん、あ、すげえわかる、うん、次ですね、うん、遊べと言われても実際何をしてみたらいいんだろう、さあ行きたい旅先みたいな、今だったら国内はさ行けるわけじゃん、うん、そんなのもさ、うん、ストックしたりさネットをして見たら相当、ね、俺あんまりなんか日本後回しでいいやと思って世界一回でも、うん、でも、まあ、コロナだからしばらく行けねえかなっていうのがあって、うん、で仲間がさいろいろこう日本のどこ行って面白かったみたいのに、うん、なんかちょっとアンテナが張られたっていうのかな、うん、いや別に俺行くんだったらカナダ行きますけどねみたいな考え方だったんだけど、うん、今ちょっとカナダ行けねえんだったらみたいな、うんうん、時意外に日本面白そうだなみたいな、うん、やっぱ意外と思って、うん、まあ、もちろん美味しいものがあったり、うん、日本のなんか
こう秘境っていうかさみたいなのもさ結構絶景とかもさ、うん、意外にすげえのあんじゃんみたいな、うんうん、うーん感じも見ててそんなんで多分日本の中でここ行きてえなあそこ行きてえなあそこも行きてえなとかこの旅館泊まってみてとか、うん、まあまあ本気で探せばそうっすよ、ね、結構おわっていうのあると思うんだよね、うんうんうん、泊まってみたいとか結構ねリストにしやすいですね。そうですね、うんうん、でもなんか昨日ちょうど、まあ、自分が行くかどうか別として、うん、日本での知らない世界あそうなんだって思ったのが、うんうん若い子なんですけど芸者さんをやってる子と知り合ったんですよ、うんうんうん、芸者の世界とかってあんま知らないじゃないですか、うんうん、その子はもう生粋のプロの子で京都ね、向こう島なんですけどうーんなんか、うん、いわゆる芸者遊びをする場所としては、うん、店舗数でいうと向こう島が日本一らしいんですよ。あ、そうなんだ。で全然知らなくて京都だと思ってたんですけど、うん、でそれをずっとやってる人で、うん、で言葉としては知ってるじゃないですか芸者とか、うん、もうイメージはあるじゃないですか、うん、なんか舞妓さんがいてどうのこうのと、うん、でもなんか実際その世界どんな感じとか、うん、どういうふうに遊ぶとか、うん、そこのゴール何とか知らなかったんですけど、あそうなんだと。例えばじゃあ芸者遊びと銀座のクラブで遊ぶものの違いとか、うん、キャバクラで遊ぶものの違い、芸妓と舞妓の違いとか、そうそうそう、うん、とかをでそれをなんかすごい、うん、その水商売の人と話してる感じじゃなく、うんうん、もう本当プロの人と話してる感じで、うんうん、めっちゃ面白くて、特に印象的だったのもその人が言ったの、まあその職種でどうこう上下つけるわけではないけれども、うんまあその業界によってここは最終的にこういうものみたいな、うん、まあそもそもそういう目的とするジャンルが違うと、うんうんうん、分かりやすく言うと例えばじゃあキャバクラがその日盛り上がって、うん、でまあじゃあそこのゴールをじゃあワンナイトであわよくばそのことその日なんかあればっていうのを目的とするんであれば、うん銀座はどちらかというと愛人とか、そのちょっとステディーな感じで長くあれする相手を見つける。で芸者っていうのは本命って言われてるらしいんですね。へでお芸者が本命なんだ、なんで本命見つけるんだ。なんか今もうなかなかないらしいんですけど、うんうん、水揚げっていうシステムがあるらしくて、あで水揚げするとその男性のことを旦那さんって呼ぶらしいんですけど、うんうんうん、芸者さんの中で一つ旦那さんがいるかいないかっていうのがもう大きく違うらしいんです、うんうん、もうなんかメジャーリーガーとそれ以外みたいな、大スポンサーでしょ。そうですね、うん、でもう、うんいわゆるそういう男性が全て決める時代みたいな、うん、に始まった文化なんで、それこそ結婚してもいいし、うん、そのまま働かしてもいいし、うん、働かないで家にいてもらってもいいし、それはもう自由らしいんですよ、うん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 、水揚げをすると。ただ水揚げをするためにはやっぱ信頼を勝ち得るために、うんまあ、長く、まあ、多く通って、うん、で信頼を得て、でなんかそのお店とあとその、うんまあ、事務所的 な、うん、なんかその2カ所のところのママさんみたいのに話を通して、うん、それぞれでのその金額、水揚げの金額を決めて、うん、っていうのがあって、で最後本人、人間性とか社会的地位みたいなものもいるんだよね。で今はもうさすがなんかねすごい高いらしいんですよ。うん、今でも一応そのシステムはあるんだ。一応あるんですよ、ね、うん、でされるともう伝説になるらしいんですよ。業界がさ誰々が水揚げされたらしいっていうのが、うんまあ、例えば東京でそういうのが起こっても京都の人も知るみたいな世界らしくて、うん、でその人のお姉さんが向こう自分で水揚げされた時がもうすごい伝説になったらしくて、うんうん、ただまあそこにはそのなんか水揚げされてからの大変さとかもあるらしいんですけど、うん、そのお姉さんは水揚げされた後もそこで働き続けてはいて、ただもう誰かのもう旦那さん持ちってなるから、うん、そういうのばらされちゃうから、うん、まあ、まあでも水揚げされてんだろっていう、それまでトップスターであったりとか、そうだよね、まあ、そこでは誰かのものだ、ね、そうそう、誰かのものって扱われちゃうけど、うんうん、でもやっぱ目指すとこはそこらしくて、うん、その水揚げっていうものが、うん、でもなんか場合によっては5000万とか、うん、そういう金額がかかったりとかすると、うん、で、あ、じゃあ芸者さんっていうのがそういう、うん、いわゆるそういう遊びのトップなんだって言ったら、うん、いやでも位で言うと、うん、やっぱその上に東京ではおいらんさん、おいらんって言われるのかな、うん、京都だと違う言い方をするらしいんですけど、うん、太夫っていうのがあるらしくて、うん、それも別格、うん、でもそっちの太夫っていうのはどちらかというと要は寝る寝ないみたいなところ、うん、ただその人たちは決める権限を持ってるらしいんですよ、襖、うん、を開けてこうその人とその日、うん、どうこうしたいっていう男性がいた時に、うん、なんだあんたかい、ダメだよっつって閉めちゃうこともできるっていう。ただ今はもうそこにいる人っていうのは、うん、京都に 4,5 人いるだけで、もう
いないらしいんですよ。で、うん、今経営者で始まるともう太陽にはなれないらしいんですよ。ああ入り口が違うんだ。ちっちゃい時からこう付き人みたいな感じで、うん、よくなんか映画の世界だと花魁さんについてちっちゃい子供がコーヒーの中に荷物持ってついていってくるあるじゃないですか。もうそういう世界らしいんですね。でそういうちっちゃい時からそこに入ろうとする人がいないから、うん、もう現存するその太陽の人っていうのは 4,5 人しかいなくて、うん、でそれももうすごい高齢な高齢のでもかあの格式が違うからっていうの、うん、それを見せるためになんかかんざしをすごいいっぱい 5,6 本刺してるらしいですけど、そうなんかそういう世界で、でまあ別にそれで芸者遊びをしようとは思わないですけど、うん、そんな世界がこう、うん、あるんだっていう知るだけでもちょっとなんか日本がなんかワクワクしますよね、うんうん、なんか水揚げってどんなんだかねそう、まあちょっと余談でしたけど、遊びを仕事にしたいんだけれども、うん、どんな遊びが仕事になるっていう質問に対して発想が逆ですね最初に仕事することを考えた時点で遊びじゃないじゃんそれっていうことやな、うん、で遊んでるうちに面白えなこれやめずっとやっててえなみたいな、うんうん、どうやったら金になる、うん、って考え始めるみたいな、うんうんうん、ことだよな、うん、おそらく、うん、だからそこに初めに目的に仕事になるものをっていう時点で不純ってことですよね、うん、遊びとして、うん、ただ遊びかどうかっていうくくりすらいらない気がして、うん、なんかよく俺もその人に直接会ってないんだけど面白えと思ったのは爬虫類が好きで、うん爬虫類ばっか家で集めててやべえとか言って でもたまに友達が見て超テンション上がるから爬虫類カフェみたいな猫カフェみたいなの超昔の大阪で、うん、爬虫類がいっぱいいるだけのただのカフェ、うん、だけどそのやばい爬虫類がいるんだってだからみんな見たいからどうせコーヒー飲むんだったらそこで見たいみたいななんで全然飯食えたってだから家がでかくなっていっぱい食えて爬虫類見ながら飯食いたいと思われるじゃあ飯じゃねえお茶なんじゃん、うん、だからまあ分かりやすいなと思ったの俺それ見てただそっか爬虫類集めてただけかこいつみたいなすげえなみたいな、うん、あとなんか最近ので面白かったのはコンビニのアイスを狂ったように一個ずつ勝手にこの味やばいとかガリガリ君のなんとかやばいとか森永のなんとかやばいとか書いてるうちにだんだん増えてきてアイスクリーム作る会社がアドバイザーでお金払うからこの新商品の前に宣伝してくれじゃなくてこの味についてとか意見を聞かせてくれっていうだから緩いコンサル契約みたいなそれでご飯食べれて本まで出ちゃってみたいなもうなんかアイスクリームなんとか研究家みたいなそれはだから遊ぼうとも思ってないよねだから遊ぼうって思わなくていい感じがしててなんか面白いこれみたいなで多分誰が見てもこれ家電なんないでしょうかどうか関係なく勝手に燃えるわけじゃんねそこでどっかで周りからそれ面白くないみたいな話が来てあこれ金になるかもみたいな、うんうん、バリの友達のもうすごい面白かったのはバリにまあ引っ越してお家買った庭に超なんか景色が良かったから木と木でこうあれを作ったブランコをね、うん、であ自分で乗ってて超最高みたいな感じでいろいろ変更して恋人だか奥さんだかがそこのやつをインスタに上げたらあまりにいい家でちょっとずつそれを見た人がわーってなってきてここだってなって友達とか乗ってインスタ上げるっていうのを繰り返されるうちに名所になっちゃって、うん、なんか有名なモデルかなんかが一回来た時にバンって跳ねて今入場料取ってすごいななんて違う入り口作って2ドルだか3ドルだかそれで家賃払えるってよすごくない？なんかそういう感じなんだろうなと思うなんかこう遊ぼうと思って遊ぶんじゃないっていうか、うんThanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.